はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日コリスです。今日も、友人とちょっとバスケをしに行こうかっつって体育館に行ったはいいものの、ホームページにはね、やってる、やってない、今コロナだから中止だとかいうの、そういうの書いてなくて、で、行ったらやってなかったんですよ。で、チャリンコで、そうですね、まあ、僕、クロスバイクなんですけど、30分以上かかるところで、ちょっと、うわ、マジか、なんか何にも興味ないのやだなって思って、無理やりセブンに寄って笛ラムネを買ってきました。ということで、今、パラサイトコーラ味、今回パート5ということで、6個買ってきました。なんか僕が買うとき6個多いですよね。だいたい6個なんですけども、こんな感じでございます。でね、ごめんなさい、1個落ちちゃった。ちょっとね、新しい味のチョコボールが売ってて、運試しにちょっとエンゼルが当たるかなーなんて思って買いましたけども、久々に買いました、チョコボールなんて。ちょっとね、銀のエンゼルか金のエンゼル当てたいですけどね。じゃあ、これは最後に開けようか。なんかフェイラムネがダメで、例えばこっちがエンゼルだったらよしってなるからね。まあ、フェイラムネがダメでこっちもダメだったらもう発狂しますよ、もう。パート2見てくれた方は分かると思うんですけど、シークレット当たった時の僕めっちゃうるさいんで、本当にごめんなさいね、あれはね。じゃあ、開けていきたいと思います。じゃあ、まず1個目。てか、今思ったけどこれ、シークレットのブルセージに載ってんね。参ります。せーの、こちら。はい、リアル恐竜シリーズの、なんだっけ、この恐竜の名前忘れちゃったんだけど、首が長いやつですね。これはね、意外と、オレンジ色、パッと見全部一緒なんですけど、よーく見るとちょっとした成型色が違う。成型色ってこの本来の色です。が、ちょっと違かったりっていうのがあるので、いちいち持ってるもの、既存の持ってるものと見比べて、あ、ちょっと色が違うなっつったら、そのまんま集めて、違かったらダブってる、トレードに出せるコーナーに入れたりしてますね。そんな感じでいつもやってますよ。じゃあ2個目。開けていきたいと思います。男の子用でございます。もうね、男とか女見てないもん。男の子用、女の子用、どっちからも出るから、キャンペーンものって。で、毎回、これ、そうですからね。皆さん覚えててください。これはもう、どっちからも出るんで。じゃあ、2個目開けていきたいと思います。せーの、こちら。はい、半魚人。半魚人もやったら最近出るなっていう。やっぱりいいね、これはね。結構、ほら。箱ギリギリだから大きいよ。だからね、音あんまり鳴らないから、それで欲しい方は当ててください。3個目開けていきたいと思います。ちょっと今日バスケできなかった分、これでいいおまけを当てて取り返したいですね。ホームページに書いとけよこの野郎ってね、いう感じですけども、まあそれはしょうがないでしょう。では参ります。せーの、こちら。お、恐竜多いね。これ。トリケラトプスじゃなくて、プテラノドン。俺さ、いつも逆になっちゃうんだよね。なんか、トリケラトプスの方をプテラノドンって言って、プテラノドンの方をトリケラトプスって言っちゃうんですよ。わかるかな、みんなこれ。なんかね、間違えちゃうんだよね、いつも。じゃあ、4個目開けたいと思います。ちょっと焦ってます。3個開けてキャンペーン出ないっていうのがちょっとやばいかなっていう。まあ、4個目あたりで出てくれるでしょう。信じてますよ、僕は。もう、だとしたらこれセブンで買ったんですけど、今日行ったセブンも一生行かないですね。とんでもない客じゃねえかって。参ります。せーの、こちら。頼むよ。おいおいおおお、新しい。おお、新しい猫背の人当たった。これもちゃんとした名前が公式ホームページに書いてあるはずなんだけど、ちょっとてっぺんがハゲてるのかな？周りだけ髪生えてる感じ？ぬくみずさん。猫背ぬくみずさんですかね。ぬくみずさんが当たりました。メガネかけてますね。とんねるずの皆さんのおかげでした。大師に似てますね。よくタカさんが真似されてて、北ナシュランとかのね、銅像にもなってましたけど。大師猫背マンっていう、じゃあ名前にしましょう。大師猫背マン。これ持ってない。嬉しい。今、こんな感じなんですけども、これ、殿堂入りっていうのは気にしないでください。
前にレアのおまけを入れてた時につけた名前なんで、自分の中で殿堂入りするぐらいレアだなって思ってたのをやってたんでね、今それでこれ使ってますけども、シール剥がせよってね、だったらね、これこの前色を調査した時に黄色と紫だったのと、まああとこんな感じで、ね、高学歴太郎って僕が呼んでるのがあるんですけど、めちゃめちゃ頭が良さそうだよね、なんかエリートっぽいよね、京都大学出身みたいな顔してるよねみたいな話をして、それで高学歴太郎って名前にしたんですけど、今回はこちらのね、大石猫背マンが当たりました。はい、怒られるぞ本当に俺怒られるぞ、コリスの人に勝手に名前つけないでくださいよって、一つ一つ名前あるんですからと言われちゃうよね、うん、じゃあ5個目開けていきます。よかった、キャンペーンもの出なかったらどうしようと思って、これさ、でもパート3桁いってもおかしくないね、パート100とかまでいってもおかしくないよね、うん、ってぐらい長くなりそうだから、もうお付き合いください、まだパート5ですけど。じゃあ5個目開けていきたいと思います。当たってほしいな、またキャンペーンも。でも今ちょっとね振っちゃったんだけど、ぽかったような気もするな、うん、では参ります、せーの、こちら、びっくりした、またやっぱマジでめっちゃびっくりしたんだけど、今ごめんね、めっちゃ大きい声出しちゃったんだけど、また出たシークレット、意外と出るのかもな、たまたま出ただけかな、メルカリで1000円で売れてまして、うん、僕の動画の影響かななんつってごめんなさい、シークレット当たったんで変なテンションになっちゃってるだけです、全然僕の影響じゃないですよ、うん、コリスさんの影響ですから、あくまで僕はそれを紹介してる一コレクターにすぎません、ごめんなさいコリスさん、謝らせてください、これは。でも素晴らしい、この地底人をシークレットにしたっていう、素晴らしいです、もうグッジョブです、上から目線で言うなって感じですけどね。いやー、これまた太陽の光に当てて、これ黄色なんで黄色じゃないのを願いたいですね。じゃあごめんなさい、ラスト開けます。もう取れ高十分、取れ高十分、前回パート2だっけな、パート2で当てたこれの時一発目で当てたからね、いやーびっくりした。では、ラスト開けます。あ、チョコボールもあった、ごめんね、すぐ開けるよ、せーの、こちら、お、赤いカンガルーが当たりました。このリアル動物シリーズは前回かな、羊パート3でなんか、うん、温泉先で旅行先で会ってたんですけど、はい、今回はこんな感じでございます。カンガルー、これもいいよね、俺好きだよ、めっちゃリアル動物シリーズめっちゃ好きで、シークレットが当たりました。で、大石猫背マン、大石が分かんない人は調べてみてください、トンネルズのなんかプロデューサーかなんかかな、うん、エグゼクティブプロデューサーかな、分かんない、うん、めっちゃ似てるんで、で猫背なんで大石猫背マン、うん、勝手に命名します、すいません。はい、で次ですね、これいるか関係ないんですけど、まあもうシークレットで運使い果たしちゃってるからエンゼル当たるわけねえだろって感じなんですけど、ね、2個ぐらいしか残りなくて、だから残り物には福があるっていうじゃないですか、だからもしかしたら当たるかもななんて思って、これ箱が結構いいななんて思ってるんで、当たんなくても箱は取っとこうかなと思ってます、せーの、こちら、だよね、ちょっと期待しちゃった自分もいるんだけど、金のエンゼル当てたことある？みんな、俺さ銀のエンゼル止まりなんだよ、で銀のエンゼル頑張って5個集めたっていう時もあって、なんか昔ね俺超能力があったのか知らないんだけど、なんとなく当たってる気がするなって思って買ったチョコボールは大概エンゼルが当たってるんですよ、だからなんか今回もそんな感じしたんで開けたんですけど当たりませんね、ああ外れました、やっぱり大学生でもなんかね、もうちょっと心が汚くなってるからね、もう透き通ってましたから、だから川で表すともう四万十川ですよ、小学校の時は。もう今はもうドブ、うん、心の汚さ的にね、まあもう人間ってそんなもんですよ、どんどんこう年を重ねていくにつれね、透き通ってるものも汚くなっちゃうと、いうことでございますけども、これ箱ね結構いいんで取っときます。走るキョロちゃん感になったんで今、あんまり
毎日孤立なのにチョコボールの話ばっかすんなよってコメントも来ちゃうんで、今回はこんな感じで終わります。シークレット嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。 Twitter と Insta では笛ラムネを開封したり、笛ラムネのおまけに関する情報などを配信しております。そちらの方もよければフォローお願いいたします。